いや、よしあしはさておき、うん、こうなるのはまあ自然だとは思うんですよね。はい、そのアメリカ株、堀江さん言ってたように、過去に30年で見るとほぼ右肩上がりなので、はい、ってなると、この先30年もそうなってた方が良さそうだなっていうことで、日本株より魅力的に映る部分あると思いますし、はい、あとやっぱイノベーションっていう観点では、ガーファムなり、はい、NVIDIA なり、やっぱりアメリカの企業って多くの人に輝いて見えると思うんですよね。この先がどうかはさておき、なんとなくここにお金を置いておきたいっていうところがあるので、まあ、こうなっちゃうんだろうなっていうのは、新NISA始まる前からなんとなく思ってましたけど、うん、だからさ、僕はさ、テクノロジーのトレンドを見てるからさ、はい、どっちかっていうと、うん、はいはい、だってさ、30年前のアメリカの会社なんかみんなクソだからね。だってマイクロソフトだって結局 Windows95 までは別にそんなすごい会社じゃないからね、はい、例えば、うん、あの段階では、あの段階では、はい、1995年に、うん、アップルとマイクロソフトあったけど、アマゾンはねえし、グーグルもないし、フェイスブックもないし、はい、まあ、NVIDIA ももちろんないです。NVIDIA ももちろんないし、テスラもないし、まあ、スペース X もないですよ。うん、まあ、それだけ新陳代謝がすごいってことですよね。うんうん、もう2000年生まれなんで、こう、私とか若い人から見ると、上がんないんですよ、日本株は。だから、もう、どうせ上がんないって思ったら、まあまあ、だからいいんだよ、いいんだよ。だから、いいよ、負けてもらって。ねえ、やだ。俺はだからさ、みんなが負けるからさ、そいつらにさ、フリマはいつも逆張りだな、とかって言うんだけど、そう、逆張りが儲かんだよ、だって。まあ、そうですね。いや、てか、順張りでも儲かる場合あるんだけど、はい、その、大抵は逆張りって言うんだけど、いや、君らが間違ってんだから、俺だって順張りしてることあるよ、全然。でも順張りしてても何の話題にもなんないじゃん。あれ、あともう一個、その外国株が人気な理由っていうのは、そのアメリカが魅力的っていうだけじゃなくて、やっぱ円安の備えっていうのも結構あると思うんですよね。はいはいはい、まあ、ここ数年で110円が150円ぐらいになりましたけれども、まあ、そのせいで iPhone も高くなりましたし、はい、いろんなスーパーで売ってるものも高くなりましたよね。なので、円で持ってるっていうことの怖さっていうものを結構広がってきてると思うんですよ。ニュースでもかなり取り上げられましたから。なので、まあ、株を持っておくとしても、外国資産で持っておくと円安になった部分も備えられる。なので、まあ、持ってる資産の 100% 円じゃなくて、30% とか 50% とか外貨にしておくがいいよねっていう意識が結構今までその辺気にしなかった人たちにもかなり広がってきてる。でもそれをだからインデックスファンドに入れちゃうわけじゃん。うん、そうです、そうです。さすがに個別株細かく選ぶのまではもうそこまで時間かけられないっていうことです。っていうのがまたちょっと僕は問題だと思う。はい、アウトパフォームできないですもん、このシステム。うん、だってめちゃくちゃ簡単なんだよ。あ、そうなんですか。俺はだから、はい、自分の方がパフォーマンス出せると思ってるから、わかる？例えばライブドアの時っていうと、はいはい、僕の自己資金ゼロだからね、最初。うん、全部借り入れたから。うん、だから300万円借り入れたものが、はい、一時期数千億になってるわけじゃん。だからすごいパフォーマンスなわけです。そうですね。うん。だからそっちの方が絶対いいから、うん、だから買わないんですよ。はい。個別株を。うん、だ堀江さん、上場株じゃなくて、本当に事業投資ですよね。非上場の。あ、非上場というか、はい、自分の事業に投資した方が、はい、同じ1億円だったら、はい、これが1億円を1000億にするっていうのは、上場株ではまあほぼ不可能です、うんうんうん。だけど、事業投資だったらできるから、うんうん、だから僕は上場株を買ってないんですよ。うん、なるほど。だから自分も買ってないものを人に勧めるのはいかがなものかと思って、はい、投資の YouTube とか本とかは出してないんですけど、はい、なんか後藤さんの本が売れてるの見て羨ましくなったんで俺も出すわ、はい、っていう話なんで、はい、僕が個別株の話をしたら絶対受けると思う、はい、結構だからそでもほとんどの人は事業投資ってできないですし、その事業のアイデアもないし、ある企業によし1000万円突っ込むぞってそんななかなかできないですから、はい、ってなるとやっぱりまあ、月々5万円とか1万円とかっていうことで言うと、まあ、こういうことを選ぶの、S&P500 とかオールカントリー選ぶのもまあ合理的だし。だからそれは、だから僕はかわいそうだなと思ったんで、うんうん、俺が上がる株を教えるよっていうのをやろうかなって。銘柄、推奨銘柄ですね。いや、だから、もうこんなんの、もう超絶簡単よ。はい、NVIDIA の株を買うっていうのは、いつ買えばいいのかって、俺だって、ディープラーニングの話をし始めたの2013年とかだから、ディープラーニング2010年ぐらいですけど、まあ2012年、11年、12年ぐらいでバーってきて、これはとにかく行列計算を山のようにしなきゃいけないんだってことはわかるわけですよね。だって行列計算とか GPU だよね。GPU の会社って NVIDIA しかねえじゃん。ってなるわけじゃん。でも NVIDIA はいつ上場したのか覚えてないですけど、うん、NVIDIA の株を買うのは超簡単じゃん、うん、はい、だからもう別にこれは ARM でもないし、うん、インテルでもないし、
全くもう NVIDIA 一強だよね、うん、だって今 NVIDIA の売り上げで 83% が AI 関連なんですよ、うん、そうですね。で 17% なんですよ、ゲーム。もともとはゲーム関連のポリゴンとかそのレイトレーシングとかそういうのの計算をやるためのチップだった、うん、あのグラフィックボードとかのチップだったんで、うんうん、この 1,2 年で AI もめちゃくちゃ売り上げ高増えましたからね。で、あらりももう 70% 以上だったりしますから、はい、すごい。とはいえ、そのじゃあ、そのニューラルネットワークの計算に特化した形のチップとか、はい、今ね、そういうの設計してる会社とか出てきたりとかしてるけど、はいはい、やっぱ NVIDIA も同じようにそれは作ってるわけで、はい、それやっぱなかなか勝ちづらいよねっていうのは、すごいわかるから、え、堀井さんその頃に NVIDIA 株買おうとかって思わなかったんですか？だから言ってるじゃん。はい。でも NVIDIA 株だと、それこそ事業投資に勝るぐらいのパフォーマンス得られたんですか？出てない、出てない、全然。あ、で俺の方が出すと思ってる。うん、ああ、なるほど。から、うん、NVIDIA の株も買わないけど、うん、はい。まあ、とはいえ、ディープラーニングだけだったんですよ。はい。最初は。はいはい、最初の数年は。うん、そしたら GPT が出てきて、はい、まあ、トランスフォーマー出てきて GPT 出てきて、はい、これ AGI できるじゃねえかっていうところで、うん、ドーンってきたわけです、うんうんうん、っていうのが今です、うん、だからこれはボーナスですよ、それまでは分かんないけど、パフォーマンスで言うとディープラーニングのところまでですよ、うん、だから今のここ1年で10倍ぐらいになったの分かんないけど、そうですね、もうアップルにも迫るぐらいになってますからね、うん、でもその前ぐらいのことまでは考えてます、うん、なるほど、これまで予測してないの、はい、ここまで分かんないけど、うん、あのディープラーニングだけでこれぐらいいくだろうなぐらいのところで、はい、まあ10倍20倍、はい、もっといったかな、うん、ぐらいは言ってるんですよ。だからそれは分かるよと。だから買えばいい会社っていうのは、はい、そんなに多くないんで、はいはいはい、別になんか100社でポートフォリオ組めって言ってるんじゃなくて、うん、5社よ、うん、じゃあもう結論のおすすめ言います、はいはい、中島聡さんっていう人のメルマガを読んでください。お、中島聡さんっていう人はもともとマイクロソフトでインターネットエクスプローラーを開発した日本人の技術者です。もともと日本のアスキーって会社にいたんだけど、アメリカのマイクロソフトに移籍をして、うん、それで頭角を現して IE を作って、で、株売却して辞めて、うん、で、ベンチャー企業に2、3社立ち上げて、うん、まあまあバイアウトしたりとかいろいろやって、はい、今でもプログラマー、現役のプログラマーやってて、うん、ディープラーニングとかその GPT とか、そういったところをすごいいつも自分でコーディングやっていじってる人なので、うん、ものすごくそういったところの知見は、うん、すごい、うん、で彼は自分で考察を書いて、なんで僕はテスラを買ってんだとか、うん、NVIDIA 買ってんだとか、うん、そういうのはもうバーって出てくるんで、うん、もう簡単に言うと中島さんのポートフォリオと同じように買ってらいいです、うん、彼はものすごく信頼できる、へー、面白いですね。で彼は自分で事業も立ち上げながら株もやるのが好きなんです、うん、だから株をすごい持ってる、うんうん、からすごく信頼できるし、すごいパフォーマンス上げてます。見てみよう。だからそんな感じで買うのがいいんですよ、うん、多分5人10人ぐらいの SNS とメルマガとかノートとかそういうのフォローしておけばいいですよ、はい、オルカンの多分10倍とか100倍のパフォーマンス出ると思いますよ、うん、もし買うんだったら ね、うん、俺はそうやって買うと思う、俺がもしやるんだったら、うんうん、はい、でも堀江さんいずれにしても上場個別株は多分今後も買わないでしょうから、その点で、まあ、ただ俺本を出すんだったら、はい、それ意味ありますよね。いや本を出すんだったら買うよ、はい、それだって本のために買うよ。あ、実際に未然にも出すつもり。未然に出さないと信頼性がないじゃん。おそりゃそうですよ、ね、熱いっすね。やっぱり堀江さんやっぱ株、個別株もねちゃんと見てらっしゃるっていうことだから、そうそう、だからサイバーエージェントの藤田さんが ね、楽天に出資したでしょ、うん、100億、はい、あ、東急不動産とサイバーエージェントだけが応じたわけですよ。みんな応じなかったもん、うん、ひどい話だよね、うん、でお得意出資だなんて言われたけど、藤田君はそんなことしないよって思ってるわけ、まあ、男気も多少あるんだろうけれども、世話になったと、はい、一番苦しい時助けてもらったってもちろんあるけれども、はい、9割方勝てると思ってる、うんうん、彼は勝負師なんですよ、はい、麻雀も将棋もめちゃくちゃ強いんですよ、うん、だからもうなんか三件リーチがかかってても4人目のリーチとかしちゃうんだよ、賞賛があったら、うんうんうん、で絶対そういう状況だなと思って、うんうん、ちょっと聞いたら、いやどっちみちも儲かると思うんですよねみたいな話をチラッとしてたんだよね。どっちみちって言い方はちょっと面白いですね、うん、いやつまり楽天はやっぱりモバイル事業が苦しくて、うん、未だに苦しくて資金繰りに窮してるわけですよ、うんうん、で水戸銀行とかね、
なんか周りにいるその金融の方々は、うん、ここは草刈り場だなと思ってるわけですよ、はい、実際草刈ってるじゃないですか、うん、ねえ、みずほは楽天銀行とかその楽天証券とかをちょっとずつ買ってるわけですよ、はい、でも片方は半分支配下に入っちゃったわけですよ、うん、だからもっともっと出てくんだろうなと思ってるわけですよ、はいはい、出てきたら買おうと思って、みんな草刈り場だって、ほんと虎視眈々と狙ってるわけじゃないですか。うん、で、ね、今 KDDI とか NTT ドコモとか、うん、あの辺も、もう国内の携帯のマーケットは頭打ちなんで、うん、水平展開していくしかないんで、うん、その小売とか金融とかをどんどん取り込んでるわけですよね。はい、たらもう楽天はやっぱ欲しいよねって話になるから、うん、そうですね、結局どこかが買うよなっていう話にもなったわけですよ、はい、まさにこの番組で定点観測しているこれ楽天の、はい、これ株価今時価総額が出ておりますね、はい、こういう状況なんですけど藤田さんが買ったの多分600円割ってるからね、はい、うん、だから一時すごいな、そう時価総額一時期1兆円ちょっとぐらいになってましたからね、1兆円ちょっとですけどね、うん、1兆円切ってましたね、1兆円切るところまで、うん、一瞬切りました、ね、一瞬下がってるところで、はい、後藤さんどういうふうに今のお話聞いて分析したの？そうですね。まあ楽天はもちろんモバイル相当苦しかったわけですけども、はい、ようやくこう遠くに光も見えつつあるような感じになってきてるわけですよね。一年後には。僕はそれは違うと思う。わかんないです、わかんないです、うんうん。俺はね、もうウォッチャーだから、はい、光は見えてないんだけど、はい、俺は前からずっと言ってんだけど、はい、KDDI が買うよと、はい。だって KDDI の時価総額10兆とかあるんですよ。10兆超えてますね。うん、はい、買えるよ。全然、はい。で、俺が KDDI の社長だったら買うよ。うん、でしかも今だったら、はい、三木谷さんの持ち株比率家族全部合わせても 29% とか 8% とかそれぐらいまで下がってるから、はい、TOB かけたら、はい、それいくらプレミアムつけるかだけど、うん、1.5 倍とか2倍のプレミアムつけたら、うん、それは株主は売りますよ。そうですね、うん、だからその一応その決算自体は 割と心配してたよりかは良かったよねと、1年後は赤字もだいぶ解消に、モバイルの赤字も解消に向かうかもしれないっていうようなことも言ってたので、それで上がってる面もあるんですけど、はい、さっき堀江さんがおっしゃってたどっちみちっていうのは、事業が良くなれば株高だし、事業が悪くなったら誰かが買いに来てくれるってことですよね。そうするといずれにしても株価はゼロ円にはならなくて、それこそプレミアムつけて KDDI か分かんないですけど、大きな企業がポンってきたらそれはそれで株価相当上がりますからね。でやっぱ楽天はそのモバイルで相当苦しいですけど、金融にしても楽天市場にしても強いですし、あのこれでシナジー取りたいなって思う大きい企業がいくつもあってもおかしくないですよね。でまた外資が買いづらいでしょ、まあ、通信事業を切り離すっていう選択肢もあるんだけどね、うん、通信事業だけ破産してもらうっていうか、うん、っていうようなあの話もあるかもしれない、うん、それこそアリババとかが買いに来て、テンセントとか借りに来てもおかしくない、うん、その代わりあのモバイル事業は消えてなくなるんだけど、うん、なんでモバイルを切り離さないんですか。もうそれが意味が分かんないです、まあ、それはもう三木谷さん の最後の勝負なんで、うん、まあ逆に言うと三木谷さんはモバイル事業をやるぐらいしかやることないんだよ、もう大きな勝負ができないから。だって海外展開もほぼ失敗してるし、もう唯一残された超でかい勝負なんじゃない、うん、だからもう背水の陣でゼロになってもいいやぐらいな感じでやってると思うよ、うん、いやだからでも株主からしてみたら、ちょっと待って待って三木谷さんって、あんたの勝負のために俺たちを投資してるわけじゃねえんだから、そろそろいい加減にしないよっていう人たちもいっぱいいると思うよ、うんうん、だからどっかが買いに来たら、そら売るわなっていう。なるほど。もう売る環境も整ったからね。3分の1切ったんで、特別決議もできなくなってるんで、三木谷さんが支配力を失ったので、まあ実質的にオーナーではなくなってるので、創業者であるんでもちろん力はあるんだけど。